ありがとう。今日は本日18時から個人ファンクラブの方が始まりました。皆さんもうチェックしてくれてますか？時間に合わせてお風呂入った。ありがとう。ずる。早っ。私はもうお風呂終わらせればよかった。今日は本当に何もしない一日でした。ブログ、ファンクラブのブログの更新と動画の更新とメールを送った以外、本当にぐーたらぐーたらしてた、そんな一日でした。お、入ってくれた、ありがとう。私はね、誰が入ってるかは確認できないので、入会しましたよっていう投稿をした方はとか、今コメントでね、入りましたって方のコメントを見て知った。でもさ、私ね、もう50人もファセリーのファンクラブ入ってくれる方いるかなと思ったらびっくり、なんとびっくり、100人以上のね、番号がさ、100何番、120何番とかいたから、とってもびっくりいたしました。あのですね、ファンクラブもそうなんですけど、ファンクラブのイベントは今月の、27日にあるんですけど、他にもね、皆さんと過ごせそうなイベントとかまだこれからお知らせできそうなので、楽しみにしといてください。超楽しみにしといてください。まだ何かみんなもきっと想像つかないと思うんですけれども、お楽しみにしといてください。あ、ファンクラブイベントね、おにぎり OK そうです。今のところおにぎりで、おにぎりをね、私が握ってみんなに食べてもらうイベントをしたいですって言ったんですよ。あとカラオケとか、あと抽選会で私の何かが当たるとかで、お見送りは全員、全メンバーあるらしいので、で、そのね、おにぎりのやつはみんなってさ、日本各地、世界各地に住んでらっしゃるじゃないですか。だからその各地のご当地の食材とか持ってきてもらって握りたいって言ったんだけど、それはさすがにちょっと持ち込みは怖いじゃん。その持ち込みをしてさ、食中毒があった場合、持ち込まれたものなのかパセリが握ったことによるものなのかとか多分分かんないから、ちょっと衛生上厳しいということで、そう、私が握るやつができるかも、でもまだ確定ではなくて、そう、確定ではないんだけども、できそうな気がする。で、マネージャーさんにもできれば瀬戸内の食材を使った瀬戸内らしいおにぎりの具材にしたいですって言ったので、そう、だから握りたい、握る練習をしなきゃいけない。えい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 、 OK 出るといいな、出るかな、どうかなって感じです。あと明日、ファンクラブ用の動画をもう一個撮ろうかなと思っている感じです。いろいろ、いろんなことをもう自由気ままにやっていこうと思って、もうこの半年間ね、やばい、ファンクラブ始まる、何しようわーってね、めっちゃ考えすぎてて、もう結構どうしようどうしようの気持ちだったんですよ。でもファンクラブが始まるにつれて、メールの返信とかで気ままに自由に気負わずやっていったらいいんじゃないっていう返信がちらほらあって、もうその言葉に救われたので、もう自分らしくのびのびとやる方がきっとね、個性も出せると思うので、のびのびやっていきます。よろしくお願いいたします。でも、ファンクラブ始まりますけれども、ファンクラブに入っていないショールームをね、見に来てくださる方、ショールーム見る方ってさ、ライブとかも行ったことないよって方もいるし、そういう方ともこうやってショールームとかメールとかでお話しする
時間は大事にしようと思ってますので、あの安心してください。ファンクラブに、あ、言えちゃった、ファンクラブに入ってないから、あのやばい、もう来れない、ここに来づらいとかないので、安心してくださいね。ファンクラブの話をすることは増えると思うけど、別にあの責めてるわけでもないし、なんで入らないんだっていうのでもないしね、よろしくお願いいたします。そうです、もう気ままに、私も気ままにやるから、みんなも気ままに、気ままにやってください。オタ活はもう自由でやってくださいね。入れないって投稿見て私もびっくりした。エラーが起きちゃう、なんでだろう、なんでだ、どこで止まってますか、どこで止まってる、不具合なの、なんでだろう。あのリプランにいた方の入れませんのやつは、あの多分注意事項を下まで読んで、でなんかチェックボックスが登場するまでこうちゃんとスクロールして、チェックボックスが現れてチェックしたら進めるタイプの、入れませんっていうリプライがあったんですけど、多分それはチェック、あそこが無理なの、全部スクロールしてもってこと、なんでだろう。ちょっとスタッフさんにも配信終わったら確認してみよう、確認してみますね、確認するわ、チェックマークね、下まで読んだけどダメだった、パソコンが無理だったな。ウェブとアンドロイドだけできない、何それ、 iPhone 有利みたいなやつ、何それ、ちょっと聞いてみる、なんでだ、ちょっと今さ、マネージャーさんにちょっと聞いてくるわ、 LINE してみます、止まるね一旦、ストップ。